南あわじ市では藁で作った大蛇を担いで町を練り歩き、一年の無病息災と豊作を願う伝統行事蛇供養が行われました。蛇供養は南あわじ市市通り安住寺でおよそ500年前から続く伝統行事です。今日は地元の住民が稲わらを使い、両女神館で赤い布の下を出した長さ 11.5 メートルの大蛇を作り上げました。この行事は江戸時代の初め、地元の領主が田んぼを荒らす大蛇を退治したところ、不作が続き疫病が流行したことから、たたりを鎮める供養として始まったとされています。供養が終わった大蛇は住民や小学生が担いで祝いましょうと唱えながら町を練り歩き、立ち寄った家の人たちに御利益があるようにと巻きつけていました。大変だったけど楽しかった。疲れた。そして巻きつかれるのもちょっと楽しかった。幸い小学校の子がねずっと参加してくれてますんで、若い人は引き継いでくれると思います。最後に大蛇は今年の恵方南南東に向け大きな椿の木に巻きつけられました。